なと思いますので、こう自由に話していきたいと思いますが、じゃあまず投手チームのどうでしょう、じゃあ清水さんからいきましょうか。もちろん印象に残ったシーンたくさんあると思うんですけど、今シーズンあやってしまったという失敗談を聞かせてください。それはもう試合中でもいいですし練習の中でもいいです。本当にやってしまったのはここにいる勝野さんの勝ちを消したことです。本当に。まあもちろんそういったこともありましたけれども、中津さんどうですか。まあそういう時はやっぱり